海上釣り堀弁屋さんにやってまいりました。ご同行いただきますのは金松信之さんです。おはようございます。はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いします。はい、いろいろ入ってます。釣りたいですね。そうですね、はい、マダイにシマアジ、それに大きいアオモ入ってますんで、うん、はい、それも両方狙ってみたいですね。ねえ、はい、ダイナミックな引き楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー釣り人の休日を応援するエサ吉。今日は、はい、虫ヘッドパワー、2g、こちらからチャレンジしたいと思います。ボケです。はい、それでは金松さんお願いします。釣りましょうね、いっぱい。はい、これでいきましょう。はい、お願いします。お願いします。まずこれは底の方まで落とす感じですかね。そうですね、前方にちょっと投げてね、カーブホールさしながら、それとホールはもう当たるかなと思うところはゆっくりですよね。シンカーがね 2g ですから結構早く落ちるんで、はい、そしたらちょっと張りを作って穂先にテンションをかけながら落としていくイメージですね。で、底付近ですね、水温低い今の時期ですから特にね。当たってらっしゃる。よっしゃ、来た、来ましたね。1投目です。1投目、さすが。ちょっと浮いてましたね。はい、はい、ありがとうございます。できました。ファーストヒットです。早々のヒット。さあ今からです。当たり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 、よっしゃ、ヒット来ました。虫ヘッドパワー来ましたよ。よいしょ、行きました。ああ、青物追っかけてきた。青物、ほら、青物、青物、でっかいの来た。ほら、これね、やっぱり魚がね、ホール中にね、カーブホールしながらずーっとついてきてね、でピッと止まった瞬間にね、後ろからグッと噛んどるんですよね。だからこれど真ん中かかってるんです。テンションかかってるというのかかってるからね。思いっきり中途だったで今。あ、魚ちゃうわこれ。なんや。中層って沈んでない。あ、ソイヤ、よかった、ええの来た。よっしゃ、黒ソイヤな、これパッツンやね、加えた瞬間やねこれ。はい、来ましたよ。これ黒ソイヤね、美味しいやつやね。2種目目、日頃私が行っているメンテの方法をご紹介したいと思います。これボナンザのねスプレーなんですけれども、ロッドメンテっていうスプレーでですね、これ釣り場でもよくやるんですけれども、すごくね、ラインがロッドにひっついたりすることなくね、ラインのスムーズも良くなってですね、すごくさらっとした感じで仕上がってですね、見てください。これをあとタオルでこし拭くだけ。はい、これで完了です。簡単でしょう。今日朝ですね、連発して、ヒットさせた針なんですけれども、実はですね、普通の針じゃないんですよね。虫ヘッドパワー、この針なんですけれども、ジグヘッドでなおかつ太軸で、大型のマダイや青物にも対応できる
針になってます、はい。朝ですね、連発した餌の一つ、これボケなんですけれども、これのちょっと刺し方、虫ヘッドパワー使っての刺し方を説明したいと思います。2種類の刺し方してたんですけれども、初めはですね、この尾羽のところから、これ私血のかかり釣りでよくやる刺し方なんですけれども、ここから針を送っていってまっすぐですね、こういった刺し方、これで初め釣ってたんですけれども、中層でですね、カーブホールで中層で当たることが多くなった時には少し刺し方を変えて、これ2つ尻尾をの部分ですね、尻尾の部分を折り曲げて、で、こんな刺し方、はい、こういった刺し方で連発しました。ほら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 、押さえろ、えい、さあ押さえ込んだとこでと、虫ヘッド、ほらどうですか、虫ヘッドパワーすごいね、連発。カーブホールでも中層で当たってるよ。で、ちょっとね、速合わせせんと、重み乗るん待って、そのままで、全部上動いてます。連発。あ、来た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 。食った。おっしゃ、食った。しましょ。はい、オッケー。はい、クロボさんのタックルで。サイトフィッシングも面白いね。めっちゃしまいじ、これドーン、まん丸。うわー、お刺身やな。狙って釣っちゃいました。黄色い団子です。今日私が使ってるタックルなんですけれども、これは昨年黒大工房からリリースされた、グランドラガー X の BB4 というロッドとリールです。ロッドに関しましてはですね、このバットの部分が四軸カーボンを使ってですね、すごく高反発なんですけど粘りがあると。今日は海上釣り堀の釣りなんですけれども、マダイに合うものすべてこのロッドで、対応できます。穂先に関しましてはですね、これ2本ついてるんですけれども、チタントップのオールトルザイトガイド、これはPライン対応ということでですね、穂先折れない穂先、それに、通りのいい PE に対応できる、トルザイトガイドが装着されています。それと、フロロカーボン用にはですね、アクションゼロのですね、フロロ専用の、穂先が装着されています。リールなんですけれども、これも黒大工房のグランドラガーですね、の65ですね、ギアボックスが外へ出た分ですね、超高速ギアということでハイギアモデルということでですね、このギアボックスを前に出すことによってですね、普通ハイギアにするとですね、リールのパワーというのは落ちるんですけれども、このリールに関しては一切感じられないような設計になっています。このモデルのロッドなんですけれども、これ先日のですね、フィッシングショー大阪でですね発表された、ディープランというロッドなんですけど、これももちろん黒大工房のベイト用のタックルということで、これはまた6月発売ということで、また詳しいことは発表があると思います。あ、放流です。青物入ります。どうだ、当たり当たり、これは当たり、お、お、お、よっしゃ、ボックス、久しぶりに来ました。はい、よいしょ、はい、量計ね、量低いよ、これ元気ちゃん、美味しいし、いいマダイです。好調です、弁屋さん。 K8 のダウンショットでいこうか。ダウンショット、よっしゃ、ヒット、青来たよ、さ
たっけ、ありがとう。キアジのダウンショット、カルティバの高音進化 7g、 ザ・ロックの15、はい、完璧です。当たり、よっしゃ、おダウンショットでございます。いきあじで連発。ヒット来ました、ダウンショット。さあ、来た、はい、ありがとうございます。カンパチ、よし来ました、ダウンショットですね。カンと髪に来て、その後ゴッと重みが乗ったところで合わせたら見事ゲットです。その石垣釣りたい。あ、いたあー、食うてるところ、よっしゃ、緩んだかんよ。あ、石垣、オッケー、やったー、うわー、でかー、狙った、うん、いやー、やりました。この子が泳いでるの見えたからね、虫餌をつけて上から落とし込んでいったら、まあ、食う瞬間、私の、まあ、肉眼では見えたんですけども、まあ、それスリルがありますよね。石垣台、でっかいのペン屋さん、見て、入ってます。みんなも狙ってね。ということで、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。わー、楽しかったです。いろいろ釣れましたね。そうですね、はい、わらさにカンパチ、石垣台に、ソイに、マダイに、ね、シマアジ、シマアジも大きかったですね。楽しかったです、はい。まあ、餌のローテーション、そして虫ヘッドパワー、これでいろんな魚種をね、探っていただいて釣れることができますよね、はい。これから春ですね。そうですね、暖かくなってきましたしね、はい、今日もね、途中防寒着の腕釣りができましたからね、はい、皆さんもぜひのんびりと便屋さんでいろんなお魚、そして大物も狙っていただきたいと思います。金松さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー。うん、おいしい。どこで仕入れたんだろうね。サダマラだよ。おいしいお魚のサダマラで、お待ちします。